1792年名一大無銀稼働だ。市中貨幣は、新貨幣を発行する前に、様々な図案、直径などの形式のものの中から新貨幣に採用すべきものを決定するにあたり試作される貨幣である、試作貨幣とも言う。このため通常は、市場で使用されることはない。また、流通を前提として製造されたが、何らかの事情により発行には至らなかった。 不発光貨幣とは異なるが、不発光貨の製造が少量にとどまり事実上の支中貨幣となることもある。貨幣の両目や材質は本位貨幣制度の下では法令で定められていた。現在の日本では法令で定められているのは貨幣の額面であり、両目や材質などの様式は政令で定められている。一方で仮面の模様や直径などの様式は法令。 政令で定められているわけではなく、造幣局内で施策を重ねた上で、いくつかの候補の中から決定される。ここで施策される貨幣が市中貨幣である。江戸時代は、基本的には金、銀、銭が、それぞれ両、門目、分の貨幣単位で変動相場で通用する参加、制度であったが、江戸時代後半から、幕府の財政逼迫によりデミを目的とした。 様々な低位貨幣が発行されるようになり、その際施策されたと思われる、市中貨幣が現存している。法永5年に、宝久志通り宝が鋳造される際にも二次、宝久志や永住と言い出された、市中貨幣が作られている。幕末には各藩が様々な貨幣を密一したが、これらは地方貨幣と呼ばれ、これにも市中貨幣や、 名目上は流通用であっても事実上は、店舗通り、宝などの出目の大きな戦果を密造するための隠れ身のとして鋳造された、土砂通宝や琉球通り、宝などもあった。市中貨幣の制作枚数は少なくとも2から3枚、多くとも10枚には達しないものと思われる。明治四年の進化条例の交付を前に、造幣局において様々な市中貨幣の制作が行われ、 初期のものとしては、本位貨幣を前提とした一円銀貨、補助貨幣を前提とした十円、五円、二円半金貨、半円、四分一、十分一銀貨などの王朝国のものがあった。これらは、加納夏尾の肉彫りにより制作されたものであり、その見本貨幣は、極印作成のため、イギリスに送られたが、当時造幣量の建築指導に当たっていたウォートルスは、 この見本貨幣を見てその技術に協談し、これほどの名工がいるのに、わざわざ、イギリスに極印を外注する必要はあるまいと述べたと、言われる。進化条例交付により、本位金貨及び補助銀貨が製造発行されたが、一銭、半銭、一輪の銅貨については制定はされたものの、銅貨製造所の建設遅れのため、本格的製造には至らず、 少量の支中貨幣程度の製造にとどまった。貨幣の形式改正に伴う支中貨幣としては、一銀の代わりに1ミルと刻まれた一銀同化通常のものとは模様が異なる明治7年の五円金か、明治7年の試作防衛金銀などが存在する。1879年名フローイングヘアのステラ、1880年名コイルドヘアのステラ、 1879年名、ステラパターンのダブルイーグル。アメリカ合衆国では、1792年に、貨幣法が制定され、フィラデルフィアに造幣局が設置されるにあたって、1大無銀貨や1、2大無銀貨などの市中貨幣が制作されたが、一般流通を前提としないため銀貨の施策で、あっても、銅など異なる金属で作られた。アメリカの本位金貨はイーグルが基本で、 1,2 1イーグル及び1,4イーグル及びダブルイーグルが主流であったが、ラテン通貨同盟への直結を意識し、フランスのナポレオン金貨20フランに相当するものとして、1879年から1880年にかけてステラが試作された。この金貨は、品位900、1000や両目の点で通常金貨とは異なり、金貨の表面に両目と構成金属、 アメリカの州を表す 6G3S7C7GRAMS の文字が刻まれている。ただし、市中貨幣としては比較的多く鋳造され、一般流通用金貨と同様に扱う見方もある。これらの額面はアメリカの貨幣に準じたものである。ありがとうございます。